ミルは海藻の一種。世界の熱帯から温帯の海に広く分布し、浅い海中の岩礁場などに生育する。枝の断面は円形で規則的に二差分岐して線上に広がり、高さ40センチメートルほどになる。色は新緑色。表面はビロード状に見え、さあるとザラついている。これは防水系の細胞状構造が多数あるためである。 連続しており、全体が一つの高角体を成している。現在の日本では食べる習慣はあまりないが、古代には一般的な食用階層で、租税としても収められた。和歌にも見るのかけ言葉として多数読まれる。歌われカレーとして、万葉集巻、第六、増加946番に見られるほか、土佐日記、この日にも海松の表記が見られるが、海松と読ませている。 伊勢物語第87では、わたつみが海松を髪飾りにしたと記述が見られる。独特の色は、海松色と呼ばれ、外形をかたどった海松模様も用いられた。金世の和漢三菜添えでは、見ると表記して、海松と読ませ、俗に言う海松と説明している。韓国では現在でも、全羅道を中心に、キムチの材料などとして、よく食用にされている。 ありがとうございます。